はい、どうも、うみです。本日は、刺激回避というゲームをやっていこうと思います。回避の回がね、オシャンティーになんか稲妻になってるね。なんでだろう。これなんか読み方間違えればさ、刺激、日、に、なんだろう、日光の日、日曜日の日みたいな感じに見えない。まあ、回避なんですけども、はい、これは、ある、とある男の子を、刺激から守ってあげるっていうゲームなんですけども、まあ、面白そうでしたね。ゲーム説明だけでも、女の子のね、下着見てちょっと刺激をもらってるところから回避するみたいなのもあったりして、すっごい面白そうでした。やっていきましょう。スタート。お、学校が始まりましたね。お、すいません。通知は私全部許可しないんで、はい。ローディング。はいはいはい。学校。刺激くんが、あ、なに？ゴミ袋？これが何の刺激になるの？あ、女の子がいて？あー、風が吹いてしまう。やばい。これはもう刺激が強いですよ。この男の子にとっては。ラッキースキルだからね、言うなれば。いろいろ調べてみよう。はい。刺激が！これはゴミ袋。これでいいの？はい。あ、まだ始まってないのか。いや、見てしまったね、君は。初めて見たのかな。初々しいな。かわいいな。今のはちょっと刺激的すぎたかも。どうにか回避できないかな。なるほど。それで回避。どれで回避する？あ、この袋を頭にかぶせるんだ、刺激くんに。もしかして？かわいそう。せっかくのチャンスなのに。ゲームによって、このゲームによって、君は見れなくなったんだよ。こうでしょ？まあ、この女の子のね、絵を守ったと思えばね、まあ、いいことはしたんですけども、まあ男の子にとってはちょっと残念な気持ちではあるよね。ごめんね、せっかくのチャンスを。あ、でもいいのかな？もう、すでにもうすっごい冷や汗かいて赤くなって何があったの？かわいいな。はい、じゃあ、スタート、早速していきましょう。はい。ここでやっとタイトル画面って感じなのか。はいはいはい。刺激回避。いや、面白い。もうすでに面白いからね。はい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 。女子との会話やっていきましょう。あ、かわいい。オタクみたいな持ち方してるカバン。オタクなのか。ステージ2。女子との会話。うわー、これは刺激的すぎるね。あ、やばいやばい。ライフが3つあるんだけど。心の声。女子と話せるのは嬉しい。けどこの勢いは2対1じゃついていけない。なるほどね。そういうことね。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかハートなくな、なにこれ、時間制限かなんかあるわけ？へー、なんか難しい。こういうゲームってそんな時間制限今までなかったじゃん。ちょっと難しいよ。リトライ、失敗しちゃった。枕で反省会してるんだろうな、夜に。はい。待って、急がなきゃいけないから。男の子を呼ぶ。僕、あれ？僕呼べない？あ、女の子、ちょっと待って。なるほど、なるほど。男の子呼んで、おー、なんか、チャラそうな男の子。この子がいれば、あ、なるほど、マシンガントークの相手をしてくれて、それを、まあ、ちょいちょい加わるみたいな。ちょいちょい加われる時点ですごいじゃん、この子。ね、全然すごいよ。刺激回避はできたけど、なんか刺激回避しなくてもいいんじゃないかっていう、思っちゃうぐらいのリア充さんなんだけど、なんだこの男は。いいじゃん、全然。なんだよ、リア充じゃねえか。例の本。例の本。そう、あ、これはダメです。心、刺激。あの輝きは、まさか、誰にも見つからずに回収せねば。これも時間制限ある系かな。誰にも見つからずに。はい。普通に、あー、やばい、まずい。さっきの清掃の女の子。気づいてないじゃん、本人は。あ、なるほどね。どうすればいいの？周り付近何もなくなかった？ここら辺に何か、カバンの、なるほど。ジャージを着る？おっとっと、あー、なるほど。落として、それでまとめて拾う。変態だな。むっつりスケベですね。持って帰っちゃったよ。家では刺激のあるもの見ていいんだ。外だからダメってことね。なるほど。ちゃんとね、わきまえてるのいいね。公共の場ではそういう刺激は求めないという。偉い。ステージ4。母との買い物を。母との買い物で刺激的なものとかあるかな？服試着する。
心の声、お母さんと仲良く買い物なんてクラスメートに見られたくない。なるほど。あーやばいやばい、来てる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 、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待ってね、まだあまだ大丈夫だね。え、こっち、あ、このマネキン脱がせられてこの子に着せてあげるわけでもなく、ここはもう触れないんで、男のすごい着せ替えられてるよ。どれがいいんだろう。え、これは見られたくないだよね。これ着る？え？値札？え？あ、あ、取っちゃった取っちゃった。あ、これで後ろ向いとけばバレてないってこと？え、普通にこの中入ればいいんじゃないの？うん。で、スタート。え、これでバレなくない？あ、もしかして知り合いだったとか？知り合いだったんか、ママ話しかけるな。いや、やばいとこ見られちゃったじゃん。ママ。もうこれ全部ママのせいだからね。一生恨むよ、ママ。これはもう、これはママが悪い。どうすればいいんだ？あの服をお母さんを着せ替え、試着室に入れてあげた方がいい。あ、ちゃ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 。ちょ、出てきて、出てきて。ママに着させる。はいはい。あんた試着室行ってなさい。もう余計なこと言うから。で、あ、で、ママとの買い物って言わなければいいから、ここで会えば別にいいのか。陰キャだなぁ。なんか、格好もね、なんか、中学生の、小学生の男の子が着てそうな服だよ。なんで首ポリポリしてんだ。片方、ポケット親指出してたし。お、ママ、ママ似合うよ。あ、可愛いね、水色のマミさん。結局着せられてる。結局着せられてるじゃん。はい。ステージ5、気まずいテレビ。気まずいテレビ。そういうことね。キスシーンは気まずいな。家族で見るの。気まずい空気が耐えられない。どうにかチャンネル変えられないかな。待って、チューする前に多分これ、するんじゃないの？何かを。あれ？なんか開いてる？あ、開いてるけど特に。やばいやばいやばい。接近接近接近してる。あ、エアコン？エアコンつけて。あ、テレビ消した。え？あ、あ、ママ、ママ、ママが、中心の前に消しちゃった。それはそれで一番気まずくない？ママ。ママが一番気まずい空気を作り出してるんだけど。エアコンをつける。で、涼しくする。はいはい。ああ、涼しいってなって、今、ほててるからね。みんなそういうの見てて。だから、ほてらせて、ここ開くの何なんだろう。これまだダメ？ママ消さないでね、テレビ。もう、あ、冷めてるからいいでしょ？いやー、ママー！難しいですね、これ。エアコンは多分合ってるとは思うんだけど。はい。ママが、あ、ママのここ、お尻にリモコン隠れてるから、それを取るんだ。あれ、取れない、でも。どうしたらいいの？ちょっと待って。待って、待って、待って、ちょっと待った。もうママー、早いよ。この後のね、無音がきつい。あ、なんかご飯たくさん食べれる。あ、おかわり。あ、なるほど、そういうことね。で、あ、はい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 。あ、ハンバーグ食べ損ねて、グー。いいのこれ。ダメだよね。なんでどっか行っちゃったんだろう。あ、中心、自分も見たくないから逃げちゃったってことが。じゃあ、とりあえずご飯パッ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 パ食べて、エアコンは意味なかったんだね。はい、おかわりママで、はいはいはい、そういうことだね、やっぱ。で、はい。さっきもうチューしちゃったからってことか。だからダメだったんだ。なんでやねー。パパどういう気持ちで見てたんだろう、今の息子の行動。あー、恥ずかしいんだろうなーって、微笑んでるのかな。パパの顔が一番気になる、表情が。ステージ6、教科書忘れちゃった。あららら。教科書忘れちゃったと、右の子も忘れてない？なんか。オーマイグンネスじゃん、これ。左の男の子しか持ってないよ。これ3人でくっつける？待って、こっちにもいる。この子は、女の子同士で見せても、ハサミゲットしたんだけど。あ、なるほど。はい。なんでこんな掃除用具入れにあるの？束が。何？誰か捨てようとした？教科書。で、これを自分が持つ。はいはい。人からなんかどっかにあったものを取っただけだけどね。はい。心の声は？教科書を忘れた。隣の人に見せてもらえないかな。でもいいよね。自分のものゲットしたから。で、隣の子に見せてあげるんだ。女の子に。あれ？あ、見せてもらってる右の子と。
あステージクリア。え、これさ、隣の人に見せてもらうじゃダメなのかな。ちょっとリトライしていい？普通にこれ隣の人に、うん、見せてもらうってやつでやってみていい？お願い見せて。いいよって優しいじゃん。はいはい。あー、そういうことね。遊んじゃうってわけか。あ、確かにね。こうやって机くっつけることで話しやすくなってね、友達と遊んじゃうって気持ちすっごいわかる。なるほどね。そういう風になっちゃうからダメだったんだ。じゃあステージ7ですね。はい。刺激欄。刺激欄どんな刺激があるんだ。あー、バナナの皮？なになに？急に違うゲーム始まった。これは何？あ、エロ本ゲットすればいいの？とんだとスケベだな、こいつ、本当に。むっつりスケベですよ、一番。はい、よし。なるほど、なるほど。こういうゲームが急に入ってくると、面白いな。いろんなゲーム要素あるけ。あー、よしよし。で、あと8冊、9冊。何冊ゲットする？あ、1冊取り逃したよ。大丈夫？いける？あ、もう9冊もあれば十分よね、そりゃ。そりゃ十分。同じの9冊でいいのかな。面白い、同じのいっぱいあって。やだなぁ、すっげえむっつりじゃん。この子、将来有望の変態だよ。ステージ8。僕の心は晴れさ？晴れさ？おぉ！な、この子。この子はやっぱ本命なのかな？心の声。あいあい傘で一緒に帰りたいけど、勇気が出ない。なるほど。勇気が出ない。そんな時は、勇気を出させてあげましょう。この海が、変なとこで噛んだな。嫌なとこで噛んだな。あーらららららら。これを君に捧げる。え？入れてくれるの？こんなんで。あの、僕入れてく、僕ちょっと、エロ本を9冊所持していますが、入れてくださいますか？あの、入れて、なんという聖母、女神様。うわー、ありがとう、ありがとう。まあ、元はといえば僕の傘だけどね。急に性格悪くなった。あ、なに？あ、僕はいいよ、走って帰るからって言って。うわー、男らしい。おお、虹が輝いてる。いいね、もうかっこいい。眩しいよ、少年。好きな子のために。いや、かっこいい。これはかっこいい。これは惚れる。でも、エロ本9冊所持している。